歩いているとかかとが痛い、立っているとかかとが痛くなる、階段の上り下りでかかとが痛い、もしかすると下半身の疲労からくる足底腱膜炎かもしれません。ということで今回は足底腱膜炎とは何なのか、その原因と改善ができるストレッチを紹介していきたいと思います。セラピスト接骨院の梅村です。いつも動画のご視聴、高評価、コメントありがとうございます。今回紹介していくストレッチは、実際にセラピスト接骨院に通っていただき、お客様にやっていただいて痛みがなくなった、動きが良くなったなどの嬉しいお声をいただいているストレッチになります。ぜひあなたの悩みを一緒に解決していきましょう。このチャンネルでは体の様々な悩みの根本的な原因を解説しながら、実際にできるストレッチも紹介しております。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。でははじめに、足底腱膜炎とはどういう状態なのかを解説していきます。まず足底腱膜とは、足の裏のかかとの骨から足の指までつながっている腱の膜のことです。そしてこの腱膜が炎症を起こす疾患です。原因として多く考えられるのが下半身の硬さによるものです。特にふくらはぎの筋肉が硬いまま、運動や仕事などによる繰り返しかかる筋肉への負担により起こることが多いです。他にも足の変形で扁平足、黄足などが原因でなったりします。その後正しく治療を行わず、筋肉が固まったまま手をおろそかにしてしまうと、歩くたびにかかとや指が痛くなったり、安静にしていてもかかとや足の指にじんじんと痛みを感じるようになってきます。そのような状態で骨格の歪みや筋肉の硬さが増すと、足を動かしたり力を入れた時に筋肉に負荷がかかり、痛みを引き起こしてしまいます。症状がひどい場合は昇骨棘を引き起こす可能性もあります。ではセルフチェックを行っていきます。まず一つ目が、このようにかかとを触ってみて、痛みが出るか出ないかを確認してください。この際に叩いてみても痛みが出るか出ないかを確認してみてください。そして2つ目が、このようにして足底腱膜を伸ばしてください。これらをやって痛みが出るかチェックしてみましょう。では、ストレッチをしていきます。まず1つ目のストレッチは、こちらのふくらはぎのストレッチを行っていきます。まずやり方としては、このように足先をまっすぐにしていただいて、体をぐーっと前に倒してあげると、ここのふくらはぎが伸びますので、この伸び感を痛気持ちいいところで30秒やっていきます。こちら両方やっていきます。ではいきます。はい、次は反対側をやっていきます。じゃあ行きます。はい、OK です。2つ目はタオルギャザーをしていきます。まず最初にこれくらいのタオルを用意してください。で、用意していただきましたら、こちらのタオルを地面に敷いていきます。敷いていただきましたら、靴下を脱いでいただいて、素足の状態でこのようにタオルの上に足を置いていきます。置いていただいたら、この足の指でこのタオルを自分自身の方に持っていきます。このように持っていきます。ではこちらを3セットやっていきます。ではいきます。
持ってきましたら、また最初と同じようにセットしていきます。はい、OK です。そして今回に関しては片方を3セットやりましたが、できる方は両方3セットお願いします。はい、ではセルフケア3つ目になります。まず用意していただくのはこのようなタオルを用意してください。このタオルをこのように巻いていただいて、巻いた状態で地面に置いてください。そして置いていただきましたら、測定腱膜の方で踏んでいきます。これを15秒やっていきます。ではいきます。はい、 OK です。続いて反対側も同じようにやっていきます。ではいきます。はい、 OK です。刺激が足りない場合は立ってやってみるのもいいでしょう。ではもう一度セルフチェックを行ってみましょう。一つ目が先ほどやったこのように足を持ち上げてかかとを押してみてください。そして叩いてみてください。そしてもう二つ目が測定腱膜をこのように伸ばしてください。いかがですか？痛みや違和感は軽減されましたか？皆さん、いかがだったでしょうか？しっかり体の状態を知って根本的な原因を治していけば、あなたの体は必ず良くなっていきます。症状が楽になった、この症状は何ですか？などの感想や質問がありましたら、コメントでお知らせください。また、この動画に限らずストレッチを行って、痛みがうまく引いていかない、むしろストレッチをすると痛みが増していく、などがございましたら、別の原因が考えられますので、一度専門家にご相談ください。セラピスト接骨院は現在愛知県で3店舗展開しております。なかなか治らないという方がいましたら、ぜひお近くのセラピスト接骨院をお尋ねください。それでは本日も動画のご視聴ありがとうございました。この動画が良かったと思った方は、グッドボタン、チャンネル登録、コメントよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。